マーコさん、ホステス経験ありですか？ホステス経験はないです。あ、スナックはありますよ。スナックの調理場っていうのはあります。調理場、うん、あのスナックで焼きそばとか作るっていう。似合うわ。ぽっちゃりキャバクラとかないの？ぽっちゃりキャバクラは体験入店で行ったことある。行ったんかい。行ったの？話のネタで行ってみようと思って行ったけど、1日でやめた。え、どう？みんなぽっちゃり？あのね、組めない足を組んだぽっちゃりたちに、細くないって言われた時に、これ女の嫉妬ってこういうことなんだ、やめますって言って。違うでしょ、体験だったからでしょ。一日体験だそう、一日体験だったけど、でもなんかもうね、大変なのよあれも多分。なんかね、あの本当なんか、一杯いただいていいですかみたいなテンションで、うん、唐揚げ食べていいですかみたいな、そのかフルーツお酒じゃなくて、そうフルーツ盛りみたいな感じで、あのカレーに唐揚げ大盛りみたいなやつがドカンってきても、それ全部さ、しかも食べろよみたいな。だから普通のキャバクラだったら女の子を落とそうとしていく人が多いけど、うん、そのぽっちゃりキャバクラの場合はこう、なんだろう、食べさせてってことでしょ。食べさせてっていう人もいるけど、あの怖いもの見たさで、あ、そっち冷やかし、そう、冷やかしで来てる人も多いわけよ。はあ、え、食えよ、じゃあ頼んだんだから全部みたいなテンションの人も多いっぽい。大食いに思われちゃうってことだね。そうで、うん、で結局だって私の場合はその体験入店行って、誰一人来なかったの、体験で行ってる、その日は。え、お客さんが？平日だったから。やっぱあの週末週中攻撃で、そういう、なんていうの、おめくえよみたいな人たちをこう相手にしてる方が結構。でもお金もらえたんだよね。いや、その日もらえなかった、1日でやめた。でもこんだけネタになってれば全然いいですよね。まあまあ、そうですよね。そうなるかなと思って、うん、ほら、滑らない話だね。まあ、で行ったけどね。はあ、すごい、いろいろある。まさか働いてるとは思ってないから、びっくりしちゃった。1日だけ行った。